4000チャイニーズレストラン菰田欣也です。今日はえのきとチンゲン菜のサンラータンを作ります。キノコって味がないと思われがちなんですが、キノコを全面的に押し出したお料理になっております。今日はお肉もお魚も使わないえのきがメインのお料理になってますので、味付けでアクセントを加えることでとっても美味しく召し上がりますので、お楽しみにしてください。まずは材料の紹介ですね。こちら見てください。今日はえのき2種類用意いたしました。こちらが白い方のえのきですね。ちょっと細めでちょっと柔らかい感じですね。でこちら茶色い方、これは少し太め、食感が強くなります。やはり1種類だけじゃなくて2種類使うことで食感の違いなどを出していきたいと思います。で香りも少し茶色の方が強いですので、この2種類のえのきを使っていきます。で中国料理といえばやはりチンゲン菜ですね。青菜が欲しいということで今日はチンゲン菜を使っていきます。なので今日はお肉もお魚も使わないサンラータンになりますから。はい、じゃあこちらと調味料ですね、こちらが鶏ガラスープですね。これは市販の鶏ガラの顆粒を、お湯で溶いたものになります。はい、こだわる方は自分で鶏ガラスープ取っていただいても結構ですので、はい。で今日はお酒、それからお塩、お砂糖、そして今日一番重要なのはこの胡椒ですね。サンラータンのラーっていうのは辛いという意味になります。その辛いがですね、普通ですとラー油とか唐辛子の粉とかっていう辛味って言うんですが、今日はこの胡椒ですね、体の中から温まるような辛さ、この胡椒辛さを使ったサンラータンになります。なのでちょっと皆さん見たらびっくりするぐらい入ってしまうかもしれません。で水溶き片栗粉と最後の仕上げにお酢を使っていきたいと思います。まずはえのきから切っていきたいと思います。下の方にこういう石突きがありますので、まずこれを外してあげますね。でこのえのきはここの部分ですごいもうみんなくっついてますので、これをばらけさせないといけないので、これをまず包丁をですねこう入れていきます。こう縦に切っていくんですよね。そうするとえのきがこうちょっとばらけ出しましたね。そしたらこれを寝かしてください。えのきを、はい、寝かしたらさらにまたここに包丁目を入れていくんですね。えのきがほぐれますのでバラバラな感じになりますね。はい、でこれを長さが長いので真ん中で半分に切ってあげます。はい、そうするとこういうパラパラした状態になります。茶色の方も石突きを外します。はい、こちらもやはり下でくっついてるんですが、こちらは、白よりか外れやすいと思いますので、同じように縦に入れたら寝かしてあげて、はい、寝かしたところを包丁目を入れていく感じですね。やっぱりどうしてもここはね塊になりやすいですから、でこれを半分ぐらいに切ってあげます。そうするとこうパラパラした感じになりますからね。はい、チンゲン菜はですねここの芯のところというかここでつながってますので、これを薄く切ってあげます。そうするとチンゲン菜の葉っぱがこう取れていきます。でまたちょっと切ってあげて、こうすると、はい、葉っぱがちょっとずつ取れていきますのでね。そしたら、芯と葉っぱの部分がありますので、芯の部分と葉っぱでこう、切り分けていきます。はい。で、芯の部分を、はい、これを、えのきに合わせて、細切りにしていきます。はい。こちら芯ですね。はい、葉っぱもですね細切りに切っていきますね。はい、こんな感じに切りまして、えのきとチンゲン菜を全部細切りにしていきます。はい、それではエリンギのスープ作っていきたいと思います。まずはですねこの鶏ガラスープですね、はい、フライパンの中に入れて沸かしていきます。先にこれお酒、はい、
それから塩、砂糖、これ入れてっちゃいますね。はい、これでまず沸かしていきます。はい、沸いてきましたらここにえのき入れます。はい、茶色い方も入れちゃう。でチンゲン菜の芯も入れちゃいます。はい、これで3分ほど煮ていきますね。で煮るときは弱火で結構です。はい、今日はキノコとチンゲン菜しか入ってませんので、もう具だくさん、もう本当にたっぷり入ってるっていう感じにしていきますね。煮込めましたらここでチンゲン菜の葉っぱの部分ですね、はい、入れます。で今日の辛みの素、胡椒ですね。胡椒を振っていきます。目安がだいたい20振りぐらい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、これぐらいしっかりと入れてください。はい、そうしましたらここでとろみをつけていくんですが、一度火を消してください。はい、ここに水溶き片栗粉ですね、はい、これを加えていきます。はい、火を止めて入れた方が片栗粉がダマになりませんので、はい、入れていただいて全部入れたらここで火をつけるようにしてください。これが片栗粉がダマにならないコツですね。で水溶き片栗粉を入れたら完全に全体を沸かしてください。これ沸かさないと片栗粉が水に戻ってきます。はい、で全体がボコボコ沸くようになったら火を消してお酢を入れます。はい、これできのことチンゲン菜のサンラージ炒めの完成です。はい、これで出来上がりです。